挟んで、おいしそう。うまそうやな。これ一つとこれ一つください。はい。え、すごい、なんかめっちゃ入ってる。美味しそう。と花も食べれるって言ってたからね。そう。マスクフリーゾーン行こう。そうマスクフリーゾーン二人しか来られんけど行った。行こう。マスクフリー。メイドの土産。いちごとブルーハワイ。うまい、うまい、あ、うん、うん、うん、なるほど、どういうこと、うん、アイスかと思ったら生クリームやな、これ。ああ、おいしい、合いそうやな、うん、下にブルーハワイのゼリーみたいな、うん、ここまで行っていい、うまそう、ね、あ、どうしたん、大ちゃん知覚過敏、めっちゃ爽やか、なんか向こうの方がうまそうやな、なんか向こうの方がしかも楽しそう、うん、メイドの土産、柴田さん、いちごが良かったのにね、取られたね、うん、マスク取っていいよ、もう涼しい、全然ちゃうな、美味しい、味ちゃんとついてる、うん、へえ、そんなに辛くない、へえ、めっちゃオレンジっぽいわ、おいしい、チョコは、チョコ、チョコとオレンジっていうのがどうなの、なあ、おはやか思った、あんこみたいなあんこ、チョコって書いてたけどな、チョコや、チョコやった、一番下なんやろ、わ、ゼリーみたいな、わ、おいしい、おいしい、おいしいこれ、さやかな、この団子、そうそうそう、落としちゃったからさやか食べるね、はい、食べたい、ごめんな、いただきます、うん、はい、全部いくね、そうやね、これちょっとな、乗せてもうた時から、あの、何、落ちそうやったから、持ち歩く時は、押さえた方がいいかも、うん、おはや、絶対おはや、うまっ、おいしい、なんなんそれ、お母さん食べらんの、お母さん食べる、えら、なんで近く過敏、近く過敏なし、最後、え、美味しい、めっちゃチョコはなんか微妙やねんな、あ、でも美味しいで、一緒に食べたら味の濃いチョコ、チョコの味、うん、ちゃんと濃い、チョコアイスのチョコって感じやね、うん、じゃ生クリームとコーリッシュ食べてみるわ、どうですか、美味しい、なんか生クリームはそのまま食べた方がいいです、生クリームがちょっと薄なる、うん、美味しくないからこのまま、メイドの土産、これはちょっと食べてみろ、うん、それなんか酸っぱなかったね、ゼリーみたい、なんかブツブツ入ってるやろ、ブツブツちゃうわ、つぶつぶブツブツできもんブツブツブツブ入ってるな、おいしい、おいしい、え、なんか入ってるやん、何、なんか見つけたで、もうグロテスクやからね、か色がほら、え、なに、うんこ、これ、え、なんだちょっと中のあれで氷で洗うわ洗う、え、なにこれ、え、ちょっと食べてみてよ、マンゴーちゃう、オレンジ、オレンジなんや、オレンジの実が入ってる、オレンジめっちゃ入ってる、また出てきた、え、すごい、なに、知覚過敏、あ、来た、知覚過敏、チョコっていうよりココアみたいな、あ、そうかも、うん、あ、そうや、そうや、だから食べやすいかもね、メイドの土産、いただきます、小指ガンダチやん、もうワインの食い方してんだよ、別に、わからんそうです、ワインの食い方してとりあえずわからんくなるよ
分からん分かってたけどな、途中までは。この目から見たらさ、ドブみたいな色してないからねドブ食ってるみたい結果的にこうなるけど美味しいね。涼しい。どうしたん？ハリドリ見てんの。母上どうでしたか？美味しかった。なんかチョコレートとオレンジの組み合わせってどうなんかなと思ったけど、意外と美味しかった。意外と美味しかった。うん、さやかも美味しかった。美味しかった。うん、美味しかったです。はい、ごちそうさまでした。メイドの土産どうでしたか？結構酸っぱかった。まあでも爽やかやったんで、まあ好きな人は好きなんじゃないかなって。超爽やかに行きたいと思ったらな、あのブルーハワイでイチゴの方に、そうだな、イチゴの方行ってもいいんじゃないかなって思いました。はい、じゃあぜひ気になる人は食べてみてください。はい、じゃあねー、バイバーイ。バイバーイ。